っと無理。今回は信長の野望編成パワーアップキット実況していくんだぜ。前回は九州に少しお邪魔した後に毛利家と開戦したところまで。激しい戦いの末、なんと開封鏡で城4つもらったが。まだまだここからなんだよな。毛利家の城の数は40、兵も武将もまだまだいるしな。それを一つずつ、ゆっくりと叩き潰していかねばならないのがなんともだな。停戦戦術もありかなと思ったが。楽をしたいわけじゃないし。その間に東を少々としようかなとか思ったが。そんなに簡単に片付くもんじゃない。そうなんだよな。やはりじっくりと腰を据えて毛利家を攻め滅ぼすか。西制覇が今の目標。九州短大もらえるか。可能性はなくはない。今問題があるとすれば、島津家が赤いんですけど。臨戦態勢に入ってる城もあるんだよな。狙いは岩尾城。その可能性が高いだろうな。最悪放棄かな。余勢で臼杵城と岡城を攻略できればなんとかなるかもだが。今はそんな余裕ないな。まだ攻めてきているわけじゃないので停戦は無理。最悪停戦もありかもな。条件次第だな。一方主力は、残り12万、5000ほどか。第二次攻勢が可能。次の狙いは光月城だな。また F 中3以上をお願いしたい。毛利勢が防衛のために集結中。島津家はこういう時に北九州奪還を計画しろよな。そんな計画はせずにうちに攻めてくると思われー。破壊工作は島津家の手のものか。今まで戦ってた相手よりプレイヤーを最優先するのはすごいな。本当にな。宗家が滅んだ。毛利家は余裕あるな。あんな面倒な城を。今度は毛利家か。船井館は島津家。仲いいな、おい。もう一声だな。この数で中はダメだろ。だけど、大戦場か。これ以上は無理だからやるしかない。元成が参戦してるのもヤバいといえばヤバいけどな。要所制圧1回目は我慢。正直この部隊数と兵数だと全体的に負けてると思っているんだぜ。質は低いとは言いたくないけど、いろんな特性モリモリだとどうしようもないからな。うちの質が多少上がっていたとしても、ちょっと采配ミスしてるところがあるな。動くべきか。まずいところでぶつかり合ってるし。かといってもうっけはしないんだぜ。頑張ってもらうしかないな。早速だけど、防水発動。これで少し押されるが耐えるしかないんだぜ。現時点で押されてるんですけど、兵数差が結構開いてきているな。なんとかしなきゃないけど策はない。の木口狙うしかないだろ。いつものか。前回 MVP が撤退。前回での戦いで消耗していたんだろうよ。試される時ぞ。吉高勢も後ろで得点するしかない。前回の消耗がな。未だに差は縮まらず、まさかつが撤退か。まだ弱も許さない状況だな。桃木さんが撤退。これはいよいよまずいか。一応の木口にはたどり着いてるけど、妨害されずに破壊できるか。どうか、ごめん。都市軍も撤退。うちの主力が続々と。差は広がる一方だし、の木口破壊で流れを変えられるか。やりましたぞ。まず一つ。もう一つで稼ぎ切れるかだな。の木口前で頑張ってた姥ヶ勢は撤退。これで終わったと思うですか。あとの木口攻略したら終わりな気はする。早く頼むんだぜ。もう一つも破壊できてなんとか勝利。終始押されっぱなしだったな。ほんと勝ててよかった。敵はなし。次も勝とう。存在は2戦連続でかなり激しい結果に。厳しい戦いでも勝てば完分だからな。さだ勝が一番手柄とは。あとは伊風京さんが。我が名を天下に鳴り響かせよ。帰国には届かんか。これで主力は戦闘不能になったな。
まだ元気なのがいるから後でなんとかするか。根崩れしたら大変だからな。西に大きく進んだので浮いてる城を処理してる。後方の城を残しておくと不便なことが起きるからな。山陰方面だけでなく四国平定も進めていく。そのためには瀬戸内海の対岸も抑えたいところだけど、今はそこまで進む余力はないんだぜ。まずは浮いた城だな。四国での攻勢もうまくいってる中、島津家が動きやがった。7万だと。それを今も織家に叩きつければ北九州は奪い返せるかもなのに。それも狙いは船井館か。岩尾城を狙ってるのはいないのか。船井館はそれなりに兵がいる。防衛拠点下で迎撃を試みるか。厳しいとは思うが、童話に部隊しか通れないところなんだぜ。ってことは攻城戦に参加できるのは4から6部隊といったところか。やる価値はあるかもな。甲羅さんに頑張ってもらうか。四国攻勢はまずは川之江城を攻略。数松が頑張っているな。娘でもくれてやるか。それもありかもって三沢さん。能力は残念すぎるが。もうこんな能力の人たちしかいないの。そんなことはないと思うが。続いて八上城攻略。山陰方面への攻勢もうまくいっているな。あと城二つは取っておきたいところ。早く帰れ。戦が始まる。続いて総合城。なんだ、毛利家は貧弱すぎないか。抵抗がめちゃくちゃ弱い気がする。浦上親子はお帰り願おうか。武田城と武田山城攻めは少し苦戦中。武田城には援軍が来ているから来る前に落とさないと厳しいんだぜ。とか話してたら天切城攻略。縛り上げなさい。お帰りください。これで雪城と黒瀬城を攻略すれば四国平定か。ただ、雪城防衛に兵を出してきてるから少し厳しいかも。ひどー落としてこようぞ。と厳しいか。攻めるだけ攻めてみてどうなるかだな。武田城はあと少しというところで。兵どもよ、毛利家の援軍が到着。これは無理だな。さすがにこの数を相手に戦うのはな。盾で山城は落ちると思うからそれで満足するしかないな。ちょうど攻略したし、そうするか。次の攻勢で手薄になった時を狙うしかない。地味にさっき苦労させられたんだよな。大内さんがまだ健在とか。毛利勢が続々と集まっているので四国での戦いはここまでだな。黒瀬城の陽動作戦も中止で、無駄に兵を失うわけにはいかんからな。備中高松城へ向けての攻勢準備をしていたら来たか。兵糧切れで撤退するかと思ってたら何時か。でも勝たなきゃない戦いがここにある。なんとかして勝とうじゃないか。こっちの設備は攻撃が上がるのばかり。となればこの攻撃の高さを活用するしかないな。敵部隊は6部隊。丁寧に攻撃して叩いて潰していこうじゃないか。行くぞ、こう進めるぞ。結構まとまってくるな。細かくってほしいんだが。なんとか戦えるな。守っていく。攻撃ができないと厳しいだろ。城門前が最適かな。動くぞ、続け。そこから城門へ行くのか。動くぞ、続け。まずは鍋島勢だな。動くぞ。三方向からの攻撃で一気に叩き潰す。ご命令を下され。いざ進め、いざ進め。敵を攻撃する。さて、我が策にて仕上げと参りましょう。攻撃が来てる。なんとかしてくれよ。さて、我が策にて仕上げ。敵が破壊された。あれは仕方ないんだぜ。まずは鍋島勢を撃破。2000ほど失ったか。まだなんとかなる数字だな。ここでこの軍略でもって決めてくれよ。動くぞ。設備もどんどん破壊されてる。だんだんと苦しくなってきているな。
鬼島津が来ているな。鉄砲レベル9だし、触れたらやられる可能性があるな。こう進めるぞ。来ない。待ち合わせ中か。コミタ陣地はどうでもいいかな。 TJ も撃破。残り1万を切ったか。なんとかなんかな。敵を打ち破ったぞ。なでしま勢を追撃してた。指示をミスっていたみたいだな。次はクマさん対比。固定が入っているのが気になるが、設備が破壊されたからそろそろ来るな。ここが山場だな。前方に手を押すと、クマさん相手に優勢に戦えてる。と思ったけど壊滅。そろそろ限界が近づいてきているか。まだ中身入りならなんとかなるかもだけど。クルド、縄文を破壊されたら持ちこたえられない。最後の力を振り絞って最高峰からの攻撃を仕掛けるんだ。え、何？壊滅した。鬼島津はだけじゃないな。触れたらやられるんじゃどうしようもないじゃないか。でも行かないわけにはいかない。最終防衛ラインを越えられたら負け確だからな。クマさんが撤退。縄文攻撃でやられたか。こっちもどんどん壊滅してる。またもう2000程度しか残ってないんだぜ。これは負けたかも。いかがしましょう。コーラ勢以外は突撃だ。縄文を守りきればワンチャンあるからな。拮抗しておりますぞ。我が前に立ち塞がる者らよ。鬼島津が撤退。あと少しなんだぜ。エリブチ勢も撤退。ご命令をください。あと2部隊。見えてるのは1部隊だけだが、縄文前での決死の防戦勢。この軍略でもって決めてくれよ。相良勢も撤退。これで勝ったか。なんとかな。まさか守れるとはな。ダメ元で防衛拠点化した甲斐があった。島津勢の少なさにも救われたかもな。あとはあんまり意味のない防衛拠点に封鎖。取られた全ての運を使い、取られた分を取り返した。城の一つくらい欲しいよな。それくらいの激戦だったはず。工場戦の勝利を聞いて。また赤尾さんか。なんだと。青木和茂か。これは広いもんしたな。戦闘向きではあるが、もう少し欲しい能力ではあるな。まあ数字持ちなら何でもいいんだぜ。赤尾さんは拒否して。和茂は採用なんだぜ。早く出世しろよ。次の狙いは備中高松城。また狭いな。道が狭いのはもう当たり前になりつつある。集結が難しくなるから嫌なんだがな。ちょっと微調整しつつ、心を動かすか。一斉に襲いかかるんだぜ。毛利勢も集まってくる。これで仕掛けるか。もう少しまではいけそうではあるけど、中でもいいか。威風中さんもなかなか仕事を知るからな。戦場は交渉を生かせるかどうかで運命が変わるところ。左は無理だから右は確保したいところだよ。そのためには早く要所を制圧して走り抜けなきゃなんだぜ。それができれば苦労しないけど。我が武略を持って完全の敵を打ち払わん。ギリギリ射撃も邪魔はされなかったみたい。細川さん一人。数字持ち以外のやつはどんどん首だけにしてやれよ。伊賀勢の撤退。これで歳三と戦っているのが高所下に来たら。むしろ進んでる。高所下には興味がないやつだったか。毛利勢との激戦が続く中、よくと見るがよいわ。我が武略をな。元成の娘を討ち取り、息子のどっちかをやって欲しかったな。娘じゃ少し価値は下がるから。あと少し。元成が撤退。それで優勢勝利が決まったな。とにかく勝てばいいのだよ。間違いないな。存在も少なめと言いたかったけど、周囲がいてもあれか。また一徹さん。
ほよか、どうせいないからあまり見る価値がな。そうなっちゃうよな。あとは甲状腺 F 注射だ。一注射か末上突翼美女を願いらせてくれた。順調じゃないか。島漬けも少し黙ってろよ。機関は一応見てみるか。もう二度と来るな。断られたらある程度来ない仕様ならいいのにな。じゃあ島漬けの攻撃を防ぎつつ毛利量をかなり削ったところで今回はここまで。次も見てくださいね。